25日に行われたボクシングの WBC&WBO 世界スーパーバンタム級55.3キロ以下タイトルマッチ12回戦で挑戦者の井上直也大橋が2団体統一王者スティーブン・フルトン米国28回 TKO 勝ち4階級制覇を達成した試合後のリングで井上はもう一人の2団体王者ローマン・タパレスフィリピンとの対戦を熱望 会場にいたタパレス本人も快諾し、年内の4団体統一戦に期待が高まった。フィリピンメディアは、井上の、些細な過ち、にタパレス陣営が気づいたと伝えている。動画、連勝を止めるための些細な過ちに気づいた、タパレス陣営も生完成井上直也がフルトンの顔面を歪ませた瞬間フィリピンメディア、ラプラーは、タパレスは井上の些細な過ちを見て、 12月の統一戦に向けてトレーニングするとの見出しで記事を掲載した。井上とタパレスの4団体統一戦について、記事では両陣営が前向きであると伝えたほか、タパレスをサポートする3万プロモーションズのトップ、JC ・マナング・キル氏の話を報じている。マナング・キル氏は非常にいいと井上を評価。その一方で、記事内ではマナング・キル氏が 日本人の25連勝を止めるために活用できそうな些細な過ちにも気づいたというと伝えている些細な過ちが具体的に何かは記されていないが生観戦したマナングキル氏は私たちは番狂わせを起こすことに自信を持っていると話したというタパレスは今後8月にトレーニング合宿を行うため米国に向かうとも報じられている